皆さんこんにちは毎日日経新聞から記事を取り上げて解説をする日経チャンネルの江藤です本日2019年の10月の25日はこちらの記事を取り上げました D2C 米小売揺らす若者人気アマゾンも警戒こちらについて解説をさせてもらいます D2C っていう言葉がまず引っかかってくると思うんですけれどもこれはですねダイレクトコンシューマーっていう意味でして、まあ、要はですね一般ユーザーに直接販売をするっていう意味になるんですけれども、まあ、日本語で言ってもですねその名の通りで、えー、自社で企画製造した商品っていうのを自社サイトとか、まあ、あと自社の SNS とかを使って直接販売をするっていうようなこのスタイルっていうのを D2C っていうふうに呼びます。 でこれは、まあ、例えば自分が家電メーカーだとしたら家電製品っていうのを今まで作ってそれをまあ家電量販店とかに卸してでそれで販売をしてもらうっていうやり方だったんだけれどもそれをもう一切なくしてもう自分で作って自分で売るっていうような形を取っているものになりますと。 これによってですねメリットっていうのがあって中間コストっていうのが削減されることによってそれを価格に反映して安くすることができるっていうのとあと直接ユーザーさんとやり取りをするって形になるのでユーザーの意見っていうのを吸い上げてそれを商品に下ろすことができるっていうような形になりますとで最近この D2C っていうのが非常に盛り上がってるって形になりますで昔はですねこれはあの実は1990年代ぐらいからやられてる製法になるんですけれども PC メーカーのデルさんっていうのまあこのやり方っていうのを実はやり始めたっていう会社になります で今ではですね製造とか販売のインフラっていうのがデジタル化によってまあ整ってるっていう形になるので、まあ、一般向けの小売業にも今非常に拡大がされているって形になりますでそれでですねアメリカのネットの通販市場っていうのをちょっと調べたいんですけれどもこれはですね半期で今15兆円規模まで成長していますでこれは2009年、まあ、10年前に比べて約3倍になっているって形ですねでこれはですねアメリカ小売の全体の11%を占めるっていう形になっております ちなみに日本ではですね大体これが4%ぐらいの割合ですねまあそれでまあ今非常にこの小売りのネット市場っていうのがものすごく今上がってるって形になってきますとちょっと円グラフがあったのでこちらを見ていただきたいんですけれどもネットの販売でやはりシェアを握ってるっていうのはやはりアマゾンさんになりますと。 まあただ左側のですね47%のところらへんになってくるとこれは D2C を含めた新興企業群という形になってくるんですね。まあ、なのでアマゾン単体というので見るともちろんものすごく巨大なんですけれども D2C という大きい枠で見るとやはりアマゾンとも匹敵できるぐらいの今成長規模え市場規模になっているという形になります。で今回ですねその日経の記事にも載っていた会社になるんですけれども。 この D2C っていう形ですごく成功を収めている会社がアメリカにいますその会社がキャスパーっていう会社になるんですけれどもこの会社はマットレスの販売をしてるって会社になるんですねでちょっと写真を見ていただきたいんですけれども右側にちょっと段ボールが置いてると思うんですが実はこのマットレスってねこの段ボールに入って届く形になります。 まあ中にですねあのバネとかを使わないやり方を使っているので折りたたむことができてコンパクトにまとめることができると、まあ、ただそれでもものすごく寝心地が最高っていう形なんだけれども、えー、実際ののの価格というのは高級シングメーカーカ半分以下になるとでこれもですねやはりいろいろ製法にこだわっていたりだとかあとは物流網っていうのをまあコンパクトにすることによって物流のコスト自体も削減するって形でそれを価格に反映できているというメリットがあるんですね。 で、で他にもですね、この会社はもう SNS でユーザーとコミュニケーションを取るっていうのにものすごく力を入れていてもう全コメントに対して返信をするだったり見てるっていうことをやってますとこのキャスパーっていうのは実店舗も最近出すようになっていてこれただですねマットレスを売るっていう形ではなくってお昼寝の場をを提供してるってことをやってるるっっやんですよで。それによってやはりまたキャスパーのファンが増えてですねまた買ってくれるっていう形を取ってると。 まあこういった形で D2C というやり方を取りつつそしてユーザーさんと密にコミュニケーションをとることによって一緒にブランド価値を上げていくっていうのがこのキャスパーさんのやり方かなと。で先ほどあの円グラフの中でアマゾンが40%握ってるって言ったんですけれどもこの実は40%の内訳っていうのがですね年齢層で分けるとかなり実は高い年齢層に人が集まってます。で 最近の若いミレニアム世代とかって言われる世代っていうのは自分なりの個性っていうものを大事にしているのでもうこういったあの一般的に売られてる企業で売られてるようなものっていうのを好まずにですね D2C とかでまあこだわった製法で作ってる会社っていうのを非常に好む傾向があるっていうふうに言われてます。なので実は今後の小売に関してはですねこういった D2C っていうのが若者っていうのを捕まえて一緒にブランドを高めていくっていうことはやり方が主流になってくるんじゃないかっていうふうに言われております。 まなのでアマゾンもですねこういった若者に人気な D2C っていうやり方を非常に警戒していてまあなんかいろいろ買収とかにも動いてるみたいな形になっております。で今回のこの記事を見てですねちょっと私2つ思ったことがあってですねまず1つ目っていうのが、えー 大体こういったアメリカで一度流行ってこう盛り上がったものっていうのは数年後にですね日本にやっていきます大体なんか3年とか5年ぐらいの期間でやってくるんですけれども今こういった形で D2C っていうのがアメリカで盛り上がっているのでもう近い将来っていうかまあ今の日本でもだいぶ流行ってきてるっていうところはあるんですけれども日本でもですねあの爆発的にこうブームが来るんじゃないかなっていうふうに思っているっていうところとあともう一つ目がですねこの D2C っていうやり方が地方の活性化につながるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っております。 例えば私の地元はです、ね、福岡県の久留米市というところになるんですけれども久留米市はです、ね、あのゴム産業が有名なんですねそれは何でかというとブリヂストンの創業が久留米だったというのもあるんですけれどもそういったゴム産業の実は工場というのがいっぱいありますと。 でそういった工場っていうので例えばまあゴム製品を使った何か製品化っていうのをしてそれをまあ今までの小売業に渡すっていう形じゃなくっても自社で販売するような形っていうのを取れば、まあ、そういった地方っていうのが活性ができるんじゃないかなっていうふうにちょっと実は思っていて、まあ、そこで私はすごく興味がある分野でもございますなのでちょっとこのニュースを見て私はこういった2つのことをちょっと思いましたと。 まあ非常にですね、あのこういった D2C というのは、今後も、今後のこの小売業というのを変革しうる存在かなというふうに思うので、ぜひ皆様も注目されてみてはどうかなというふうに思います。では本日のニュースは以上となります。このようにですね、毎日日経新聞から記事を取り上げて解説をさせてもらっているチャンネルになりますので、もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。